佐賀県議会は小さな子どもがいる人にも議場で議会を傍聴して身近に感じてほしいと先月から託児サービスを始めました保護者が議会を傍聴している間無料で子どもを預けることができます託児室は議会等2階の住所の和室子どもの保育は民間の保育サービス事業者が行い生後6ヶ月から小学校就学前までの子どもを預けることができます 一般質問初日の昨日は2歳から6歳までの3組5人が託児サービスを利用しました利用時間は議会が始まる1時間前から議会終了後1時間まで傍聴希望日の1週間前までの予約が必要です